おはようございます。ダニエルと言います。今はもう昼の12時40分ということで、もうアホみたいに寝てしまいましたわ。まあ、しょうがなし起きようと思います。着替えはね、このベッドの下に仕掛けてあって。じゃあ今日はこの靴下かな。いやもう何もしなくてもね、もうこういう時間になったら腹は減ってしまいますから。しゃあなしね、朝飯兼昼飯を食べに行こうと思うのと、多分晩飯分のね、食料も何もないんで、食料の調達もしようかなと思います。さっきね、一瞬だけ窓開けて、外どんなもんかなと思ったら、すごい曇っててめっちゃ寒かったんですよ。寒いのはほんま嫌いやからさ、外で売るだけでも億劫になるわな。さて、もう起き上がってからね、10分も経ってないんですけど、もうね、行く準備ができたということで、もう早速行こうと思います。いや、なんとね、思ってた以上に寒いですね。昼飯はね、マクドでも行こうかなと思います。なんか考えるのがめんどくさいから、もう楽な方向で行きましょう。もうこの辺の道が、なぜか全く人がいなくて、ここまで人がいなかったらね、避けられてるような気がしてね、ちょっと寂しかったんですよね。こんな平日の昼間から、ね、外に出てる人はまあいないってことでしょうね。と思ってマクドの方に来てみたら、もうここには人がめっちゃいてたわけなんですよ。いやもうここは人いなくていいやろうと思ったんですけど、まあそんな都合よくいかないですよね。はい、ダブルチーズバーガーのセットで。さすがにマクド青いですね。昼の1時なんでしょうがないですけど、ここのね、駐輪場なんですけど、見てわかる通り Uber Eats の配達員と思わしきバッグがね、見る限りね、これ合わせて4個あるわけなんですよね。あのカバン持ったやつらが絶対集まってくるんですよね。まあ僕もそのうちの一人なんですけど、どこもそうなんやな。ここちょっと東京でも田舎の方なんやけど、朝食兼昼食をね、食べていこうと思うんですけど、いやもう僕の食べ方としてはね、まず最初にね、ポテトを全部ね、食べるっていうね、そういう癖がついてしまってるんですよね。だから今もうポテトだけをね、むさぼってるわけなんですけど、これはまあ僕からしたら普通の行動なんですけどね。今日はね、このまま帰ろうと思ってたんですけど、急にね、行きたいところができたんで、電車でね、ちょっとお出かけしようかなと思います。こういうね、平日の真っ昼間から電車を待って駅でぼーっとしてるっていうね、ここまで自由な生活するもね、僕生まれて初めてな気するんですよ。今の時期が、この期間もね、堪能したいですね。この先揺れ出すのでご注意ください。ということで、ちょっくら用事ということで来たのは、この大都会のめちゃめちゃおしゃれな街で有名な青山というところです。もうね、僕は場違い感が否めないんですけど、用事があるんで仕方なく来ましたね。僕は今、青山一丁目っていうね、金持ちのね、息子娘がね、大量に発生するね、そういう街に来ています。非常におしゃれなところなんですけど、ちょっとね、今日目的があって来ています。イチョウの並木がね、すごい綺麗にね、今の時期咲いてるところがあるみたいなんですよ。そこね、ちょっとチラッと見に行きたいなと思って。イチョウを見るためにわざわざ来たんかって思われるかもしれないんですけど、まあその通りなんですよね。暇人ですからしょうがないですね。いやでもイチョウの葉っぱっていうのがね、すごい今綺麗で、いやそれにしても今日めっちゃ寒いですね。外人の人たちも結構いますね。海外にはこういうのないみたいで、すごいテンション上がってますね。この道を歩いていたら、もう真っ先に思うのが、女の子たちが携帯でパサパサしてる人がめっちゃ多かったんですよ。これはおそらくインスタ映えを目的にしている、略して映え目の人たちだと思うんですよね。なんかね、出店みたいなところやってたんで、なんか立ち寄ってみようかなと思います。なんか欲しいものでもあったら買いたいですね。はい、この人なんですけど、何かショーをやってると思ったら、まさかのショーが終わってお金を請求されるっていう瞬間だけを見せられるっていうね、全然面白くなかったんですよね。そしてこれは本当にすごかったですよ。もうこれね、飾り物かなと思ったら、これ人間なんですよね。すごい精神力とバランス力というか、これは超人技だと思いましたね。さっきのね、屋台みたいなところで、これね、試供品やからって言ってタダでくれたんですよ。まあ飲んでみようかなと思います。よいしょ。いやこういうのね、普段からあんま飲まないんで、どんな味かどうかめっちゃ気になるんですけど、まあ結構うまそうですね、これは。うん、まっ。ダイソーで買い物したのと、スーパーで食べ物を買い物したのと、手がいっぱいでね、めっちゃ重いんですけど、さっさと家帰ろうと思います。狭いシェアハウスに帰ってきたわけで、もう心も体も癒そうと思います。家帰ってきてね、最初にするのは野菜仕分けですね。当然ながら買ってきた野菜を冷蔵庫に入れていくわけなんやけど、まあ冷蔵庫が狭い。今夕方の4時ぐらいか。まだ晩飯食べるのは早いな。そこそこええ時間になってきたんで、まだね、自炊の方していきます。いつも通りいい感じに熱くなってきたら、もう油をじゃーっと、これね、お好み焼きの時に余ったキャベツを、まあ、そのまんま使うっていうね、一人暮らしで一玉なんてね、なかなかなくなりませんから。ちなみにね、今日何作るかって言ったら、ただの野菜炒めなんですよね。まあ、それぐらいしかできないんでしょうがないですよ。
これピーマンですね。とりあえずね、こういう色の濃い野菜入れといたら体にいいやろうっていうね、まあ、緑黄色野菜って言うじゃないですか。それでね、この中にもやしを入れるっていうね、まあ、いつもお気に入りの引き割り納豆売ってなかったからさ、今日はまあ白ご飯で我慢しますか。さて今7時40分ぐらいなんですけど、今日は何の日かと言いますと、アンジャッシュ渡部の記者会見すげえな、 YouTube のライブ見てる人13万人おる。俺も見よっと。これ本当にこれだけお騒がせして申し訳ないんですけれども、ちょっと僕的にはどういった判断かということはちょっと分かりかねるというか、すいません本当に。絶対に何をしても叩かれてネタにされるとは思うんやけど、でもそれを承知で記者会見をやって、それで芸能界に戻りたいっていう気持ちが強いっていうことですからね、それは本当に勇気があるというかすごいと思いますね。まああんまりテレビを見ないんで僕には関係ないですけど、マジでさ、自分で言うもなんやけどさ、自炊する料理がもううまくてしょうがないんやけど、めっちゃうまい。それではね、ご飯も食べ終わったんで僕はもうぐっすりと寝たいと思います。チャンネル登録とか高評価とか、あとツイッター、インスタグラムなどなどもよろしくお願いします。それではおやすみなさい。